さあ今ホームストレート帰ってきました。まもなく第2回鈴鹿1時間耐久レース今スタート。さあ1コーナー飛び込んでいく。おお、いいかな。プジョーがいいですね。プジョーの加速がいい。さあ並んだ、1コーナーで並んだ。どっちが前だ。ミニ四駆選手が取った。野口さんが良かったかな。ホールショット奪っていく。さあ後方はそうですね、 N 先生が上がってますね。3番手。あ、さあその4番手争いに並んでますね。 KCMG、 そして KCMG が上がってきてるんで、サイドバイサイドちょっとね、 GR スープラが落ちちゃいましたね。スープラが落ちた、なるほど。さあここでバイスタンダー選手が4番手浮上です。いいですね。ああ、並んだ。スープラが前に、あー、あー、ラインがなかったか。っったかな。あ、カズコさん行かれちゃった。2番、まさかのカズコ選手が1コーナー抜かれましたね。これは抜いてよかったと思いますよ。前との差がね、ちょっとカズコさん開いちゃってたんで。さあ、バイスタンダー選手 2位に浮上、2番手浮上です。あー、野口さんが。出具な、2つ目出口で。巻き込んでしまった。あ、ミニオク選手のピットタイムも、ピットタイミングもこれは気になるところ。入るか。入りましたね、入りました。さあ1回目のピットインです。これでバイスタンダー選手トップ上。さあ和子選手も入りました。 N 先生も入った。3台同時です。さあトップ AMG 入りました。ここで2番手も入った。あ、これでミニ四駆選手が再び首位浮上と。果たしてこのワンピットで行くのか。バイスタさんどこ。ここか。あー、抜かれちゃった。3番手にダウン。アンダーカットされちゃったな。アンダーカットされてしまった。で、小赤さんがどこで出るか。あー、これもちょっとアンダーカット。あー、これはできなかったですね。スプーンの飛び込みはここもインをキープ。 AMG 横に並んだ。アウトから、え、マジか。そこアウトから行った。そうなっちゃうよね。曲がりきれない。グリーンに落としました。昭和選手、和子選手がピットイン。2ピット目。さあどこで出るか。結構後ろ。今ピットアウト、今ピットアウト。うっそ、昭和家さん、あ、結構後ろですね。そうですね、8番手でピットアウト。さあまずここで、あーっと、これはいけるかな。デグナー横並びで入っていく。前に出ました。うまい。さあ全体ベストで来ています。抜きながら全体ベストです。ヘアピンもイン、飛び込んだ。あ、ミニさん入るか。入った、入った。あ、これ負けになっちゃうわ。これ負けちゃうかもしんないよ、ま、やはり2ピット。じゃあバイスタさん。あー、でも前か。よかった、よかった。さあエグゼは引っ張っています。まださ、あミニ四駆選手は2番手でコースアウト、ピットアウト。コースアウトピットアウト。コースアウトじゃないですね。失礼しました。ブロックが加わるともう抜けませんよ。あー、デグナー出口に並ばれた。まだサイドバイサイド。ヘアピンインはバイスタンダー選手。守った守った、ここは守った。さあ横に振ったぞ。並ばれちゃった。バックストレート横に振ったぞ。インを開けてしまった。これは2台並んで前に出た。ああ、 AMG コースオフ。さあトップまで帰ってきたミニ四駆選手。おっと、
来ました、イタシャの M3 が前に出た10番手争い、これで10番手に浮上、モモタン選手旧型マシンの意地を見せました。あー、昭和家さんがスプーンでスピンだ。1コーナーはサイドバイサイド並んだ、カズコ選手が高速していく。あー、これは残念。さあサイドバイサイドホームストレート、いやーでも行かれちゃうか AMG、 AMG、 いやー AMG 早いね、 AMG ストレート、ストレートが伸びる AMG、いや入った、1コーナー入った、インに入った、飛び込んだ、抜きました、1コーナー出口で抜いた、ついにこじ開けました、4番手浮上。さあそして2番手和子選手が前に出た、デグナーで、さあそして右四駆選手が試験に帰ってきました、見事初出場で初優勝です、素晴らしい、フォルクスワーゲン明太レーシングがトップチェッカー。さあ2番手は和子選手が、2戦連続2位表彰台です。さあ3位争い、コンマ3だ、あーどうだ、 130R でうおー、でしまう、そこはいけない、やばいやばい、これは N グッチ選手前に出てはいけない、あー無理か。さあ最終コーナー立ち上がりどうだ、アクセルを踏む、あ燃料なくなった、どうだ、またか、またこの3、あー足りた、前足りた。